はい、今回はですねクレーンゲームで妖怪ウォッチの必殺技フィギュアに挑戦したいと思います。と全部で4種類あるんですけど、今回はおうち狙いでいきます。おっと、アームが弱いのか全然動かなかったですね。1回目、2回目です。奥のオロチを狙います。この右のアームをこう当てて中央にずらすっていう作戦なんですけど、ほとんど動かない。何今ので、店員さんにちょっと場所を移動してもらいました。オロチの位置を手前に、あ、いい感じで動きましたね。角がこれ出ましたね。7回目、チャンスを生かせれるか。右のアームを引っ掛けて内に、あ、すごいいい感じ、チャンス。8回目でございます。早くも落とせるか。わわわわわ、左のアームが引っかかって、っていうか端に戻っちゃいましたね。はい、19回目です。もうだいぶちょっと飛びましたね。これも右のアームを引っかけて、はい、ずらすと。20回目、今度は作戦を変えて右のアームをプッシュして角、あ、違うだいぶこれ戻ってしまいましたね。チャンス生かせれず。21回目、店員さんにちょっとこれ出してもらった状態ですね。右のアームを、あ、いい感じでこれもまた中央に寄りましたね。ビッグチャンス。22回目、右のアームを角に当てる。きたー、やっと来ました。はい、ということで心折れそうになりながらもなんとかゲットできました。妖怪ウォッチ必殺技フィギュアオロチ。こんな感じで入ってるんでしょうか。よっ、ははーん、組み立て式になってますね。はい、セットするとこんな感じ。かっこいいですね。やっぱりヤマタノオロチ、斜めから見るとこんな感じですね。ちゃんと浮遊感出てますね、オロチさん。こっち側の髪の毛はこれだいぶ跳ねてますね。はい、ということで以上、今回はクレーンゲームでゲットできる妖怪ウォッチ必殺技フィギュアの紹介でした。